こんばんはいかがお過ごしですか申し訳ありませんが私は個人情報にアクセスすることはできません私は人工知能のアシスタントであり匿名での会話をお手伝いするためにプログラムされています何か他にお力になれることがあれば遠慮なくお知らせください 広島市内にある原爆ドームをお勧めします。広島原爆の被害を象徴する建物であり、平和を願うシンボルとして世界的にも知られています。近くには広島平和記念公園もあり、原爆の悲惨さと平和への願いを感じることができます。また、夜にライトアップされた原爆ドームはとても美しく、感動的な風景です。 ジェットストリームおやすみなさい良い夢を見てください。